月での演習地点に到達した。今からここで定期演習を行う。私の部隊は相手部隊の機関を破壊することが役割となる。なお今回のテストでは最新式の陸戦兵器の試運転も行われるとのこと。ところで月は私の故郷だ。ただそれだけのことなんだが、なんとなくここに書いておこうと思った。新兵器といえば、我々が戦っているグランゼーラ革命軍はその心情上フォース系兵器を持っていない。しかし彼らの新兵器の開発力は決して侮れるものではないのだ。我が軍の兵器にはない発想の兵器を次々に開発してくる。また地球連合軍が開発した兵器の情報も早い段階でグランゼーラ側に流れており、同等の性能の兵器を相手陣営も持っていることは当然のこととなっている。機密とはいえ、部品の大部分は民間企業で製造しているのだから漏れないはずがない。逆に地球連合軍側にもグランゼーラ陣営が開発した兵器を模倣した兵器がある。いずれにしても兵器開発はバイドの襲撃を受けていた頃以上に白熱しているように思える。白熱しすぎないか心配だ。人類同士が戦って滅んでしまったら目も当てられない。の到着。完了を確認。
団長。敵機に遭遇しました。
We
艦長、敵艦長、敵機に損。この作戦エリアを鎮圧。月面での演習をクリアした。なお、演習終了後、統合作戦本部から通達が届いた。暫定的ながら召喚への昇格と火星方面の防衛任務の指示であった。長く続いたバイドとの戦いで多くの軍人が命を失った。そのため最大の国家が持つ軍隊といえども人材不足は深刻だ。ましてや最近ではグランゼラ側の考えに賛同する人々が増えており、軍人の亡命も後を絶たない。
だから私のような若輩の士官にもこのような仕事が与えられるのだろう。今後は司令官として単独でグランゼーラと戦うことになる。できればもう退役したいなどと考えていると、乗組員たちが声をかけてきた。ジェラルド・マッケラン中尉は私の昇格を自分のことのように喜び、早くグランゼーラと戦いたい。ヒロコ・ガザロフ中尉は艦隊内のスピーチの草案の作成をぜひ自分にやらせてほしいと言ってきた。申し出に対しては快諾した。そんな乗組員たちを見ながら私は、この先どんなことが待ち構えているのか。艦長、報告です。新兵器の製造